はい、どうも尾形千恵里担当プロデュームのテクタンと申します。はい、1月23日にガシャ更新ありました。今回は小春ちゃんの SS レアが登場となっております。はい、元でレステナイトの方でシルエットが出ていた感じなんですけれども、その通り小春ちゃんで来ました。はい、特訓前もね、この私服がめちゃくちゃパステルで可愛いし、ここのねお部屋もすごく可愛いんですけれども、特訓後のイラスト衣装ともにドストライクな感じのね衣装なんでね、いやめちゃくちゃ結構欲しかったりします。はい、じゃあアイドル詳細見ていきましょう。夢の国の羊姫、いやこの名前がまず可愛いよね。はい、小春ちゃんはビジュアル特化、センター効果、キュートメイク、特技まどろみの中へということで、11秒高確率のロングアクトとなっております。はい、そして S レアには吉岡咲ちゃんが来ております。100人一首かな。はい、そして特訓後のね、この夢川感がめちゃくちゃ可愛い。こう羊数えるね、まあそういうイメージをね、これすごい夢川衣装でめちゃくちゃ色味とか可愛いんですよ。後でじっくり見ましょう。はい、そしてね、ジャパニーズアートってなってる通り、特訓後のさきちゃんは和装となっております。はい、じゃあモデルビューは見ていきましょう。はい、色がねこの夢川カラーで、夢川パステルカラー、パステルパープルカラーで、めちゃくちゃ可愛いよね。ヘッドドレスも羊耳がついてる感じで、でここら辺もモコモコしてたり、ちょっとレースっぽい模様が書いてあったり、なんかパジャマっぽい感じ、ルームウェアっぽいようなちょっと雰囲気も出しつつ、この辺のねドロワーズとかちょっとルームウェアっぽい雰囲気も出しつつ、すごいキラキラしてる感じで、羊寝るってことでね、夜イメージしたお星様もいっぱい散りばめられてて、足にも書いてあるのが可愛い。でブーツも羊っぽくモコモコしてて、いやこういう夢川系はね、いやめちゃくちゃ可愛い。夢川系パステル系の衣装が来るとね、ギュッとミルキーウェイで見たくなるよね。これはぴったりやと思う。ギュッとミルキーウェイにねぴったりの衣装やと思います。はい、といえども工場なんでね、まあ、いつか出ると信じて引いていきたいと思います。ではノーゼ行ってみましょう。はいはい、ロードがないんで小春ちゃんは絶対なしです。はい、レアですね。はい、チートでございました。さて、こちらのガシャが26日までってことで、こっから復刻が始まります。バレンタイン復刻、バレンタインの時期ですね。はい、じゃあまたブランの予想を今度は出していきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。